こう反応にもあるんですけど、こう別れたことがこんなにお祝いされることなの？私が知らない何かがあるの？皆さんこんばんは、ティライです。今日は今話題になったキミチャルとモモについて話してみようと思います。2人付き合ってもう1年半年が経ったんですけど、まあいろいろ話題が多かったんですよね。個人的には応援してたから、まあ、残念に思っています。まあ、キミチョルとモモの所属事務所も別れたと認めた時点で、まあ、今更言うんですけど、付き合ってる時にキミチョルが結婚についていろいろ番組で話をして話題になったんじゃないですか。まあ、僕はちょっとその気持ち理解できるんですけど、まあ、キミチョルは39歳だからもうすぐ40歳なんですよ。だから両親も結婚についていろいろ話をすると思うし、キミチョルも年があるから結構影響したんじゃないかなって思いますね。僕さえおばさんに会ったら一番最初に聞かれる質問が、結婚はいつするのって、まあ、相手もいないのに、まあ、年があるから、まあ、よく質問されるんですよ。まあでもモモさんはまだ若いからモモさんも理解できますね。でもキミチョルさんが結構叩かれてたから、まあ、僕はちょっと悲しかったです。今も別れたって記事を見た韓国反応を見たら、モモがついにめっちゃ気持ちいい知らせだ。モモやおめでとう。モモおめでとう。今までキミチョルが言った話めっちゃ嫌だった。若いアイドル彼女に全く配慮しなかった。おめでとう。本当恋愛について失礼なこと言うたびにムカついた。もっといい男に出会いましょう。コメントがみんなお祝いするの嬉しい、おめでとうって、こう韓国反応がみんなこうお祝いしてるんですよ。まあ、そしてモモおめでとう、次はもっといい男、かっこいい男に出会いますようにって。モモのファンじゃないけど本当おめでたいって言いたい。別れてからはモモの話しないでねってういうコメントもあるし、でもなんでお祝いするのっていう反応もあるし、まあ、ついに別れたねって、おめでとう、昔から本当に似合わないと思った、桃のパンじゃないけど桃がもったいない、本当よく別れたねって、こう反応にもあるんですけど、こう別れたことがこんなにお祝いされることなの？私が知らない何かがあるの？っていう反応もありますね。これほど今こうお祝いされてるんですよ。なんか別れたことに、こう桃さんが別れたことにこんなにお祝いされてるんですよ。まあ韓国反応を見たら分かると思うんですけど、個人的には別れたのにこういう反応はちょっと違うと思いますね。まあ2人13歳くらいこう差があるから、キミチョルの立場もあるし、桃もまたこれからの活動があるから、まあ、ある程度理解はするんですけど、こういう反応はちょっと悲しいですね。前からキミチョルの YouTube チャンネルを見てもアンティコメ本当多かったし、なんかモモもお姉さんになんかアンティコメしたり、まあ、本当いろいろあったんじゃないですか。こういう反応だけ見ても、まあ、2人付き合った時に、まあ、結構基準になったんじゃないかなって思いました。まあ、本当芸能人は大変ですね。まあこういうことが多かったからかな。まあキミチョルも最近こう放送で結婚について否定的に考えるようになったんじゃないかなってそう思いました。こう前には子供が可愛く見えるとか、まあ、40になる前は結婚するとか、まあ結婚について結構ポジティブ的なこう反応が多かったんですけど、最近は放送で、まあ、結婚する気ないって言いましたね。まあ結婚について話をすると、まあ、アンティコメがすごいから、まあ、結婚する気ないって言ったのかもしれませんね。まあ2人の恋愛だからなんだかんだ言うつもりはないんですけど、なんか悲しかった。僕はキミチョルも好きだし、まあ、モモも好きだから、これからもキミチョルもモモも幸せになることを祈りますね。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。ラクラク。